c'était tout l'après-midi de ces dimanches de camomille.人気の絵画が汚されるという悪質な事件が起こった。昔近隣街で見た絵と似ているんだ。僕が近隣街で見た絵と同じ作者に。ルーク、悪いけどこれを届けておくれ。わかりました。僕が近隣街で出会った絵の作者はキュービットではなくスタンリーという男だった。いやリアム、シャーロック・ホームズ。私がキュービットです。ウィリアム・ジェームズ・モリアーティと申します。散らかっていると珍しい。最近はほとんど見かけないはずだ。確かにそうなのですが、白い百合を表現するのにはこの絵の具が適しているのです。それはお恥ずかしいものをお見せしてしまいました。実は事件があってからというもの集中力が続かなくなってしまって。そうだったのですね。申し訳ありません。私が無理を言ったせいで。それよりもキュービット教ですが、兄さんを見ても全く反応がありませんでした。キュービットの手には長年絵を描いていれば必ずあるはず。絵の具のシミがまるでない。つまりあいつは絵を描いていないという。ああ、彼はスタンリーではなかったよ。犯人は左利きで身長の低い人間の可能性が。これがスケッチブックに挟んであった。何かの数字と犯行で使われたものと同じ絵の具のよう。つまり犯人からのメッセージだ。何が届いております。キュービットです。手紙は受け取りました。なんであんたがここに。誰だ君は。君はアレン。タンリーは知っているのか。僕は知ってるんだぞ。あんたはスタンリーさんを騙した。金と名声だけ手に入れて必要なくなったスタンリーさんを。お前たち貴族の金儲けに使われるくらいならこうなったらあんただけでも。やはり君だったか。偶然ロビーで見かけた時、なぜ上着の左の袖が短いのか不思議に思っていた。君はその手を血で染めるべきだ。話せ。貴族が何の用だ。二人に手紙を出したのは僕だ。スタンリーさんの友人。残念だ。スタンリーはすでに亡くなっている。だけどキュービッド教のせいではない。リアムの言う通りだ。そのスタンリーってやつの死因は病死だろ。キュービッドさん、その通りです。鉛中毒には治療法がなかったのです。彼は症状が悪化していく中、最後まで絵を描くことを選んだ。僕の絵を君が描いたことにしないか。何を。絵が埋めないのは僕みたいな貧民が描いているからだろう。君が僕の絵を売ったお金で貧しい人々を助けてくれるなら、僕は君のゴーストとして絵を描き続けるよ。売却額とそこからチフに当てられた額を比べたものだったんだな。悪いことはもちろん知ってる。でもスタンリーさんのことが何かわかるかもって。そしたら寄付金の小切手が入っていて、スパの中であんたの画商と貴族が絵の値段を相談していた時、額が全然違うことに気づいて。おい待ちなさい。来るな。なんだよ、あんたは悔しくないのかよ。君もスタンリーの友人ならわかるだろう。彼はそんなことを望む人じゃない。同じ友人としてそんな悲しいこと
やれやれ、全く警察というのは本当に無能だな。売却額の報告に違いがあったとしても違法でも何でもない、不当逮捕で訴えてやる。ジャンポール・バディ機構を国家反逆罪の容疑で連行する。軍がなぜここに。その男は画商という立場を隠れみ、我が国の武器を敵国に輸出していた。答えは沈黙。それでいいかな。